3人組ロックバンドミセス、グリーンアップル、大森元樹、ボスラッシュ GT、藤沢良花、キー、若井ひろと GT がパーソナリティを務める東京 FM のラジオ番組、スクール・オブ・ロック。ミセスロックス、5月27日、月曜日の放送では、乃木坂ロックス。のパーソナリティを務める乃木坂46の柿遥と井上和が登場。 5月21日、火曜日22日、水曜日に開催されたミセス。グリーンアップルの台湾ライブミセス。台湾ライブ2024、乃木坂46は5月21日、火曜日にゲスト出演の感想を語り合いました。この記事では、リスナーから寄せられた台湾ライブの感想を紹介します。リスナーからのメッセージ。もっくん、大森元樹。 金髪でかっこよかったです。ヒロパ、若いヒロと、今日もギターかき鳴らしてました。りょうちゃん、藤沢涼ょは園長先生でした。乃木坂さんとのコラボも素敵でした。乃木坂さんのライブは初めてでしたが、ギャン川でした。センター10列目でみんな目の前にいて眼福でしたありがとうでした。カキ、井上、ありがとうございます。大森金髪を初披露したということで。 若い、ずっと黒だったから、すごい新鮮だよね。大森なんか恥ずかしいから、多分すぐ黒に戻すと思う、笑。若いこれから慣れていくんじゃない。大森、乃木坂さんのライブ初めて見られたっていうジャムズ、ミセスのファンの方もいらっしゃると思いますし、すごく素敵なライブでした。カキ、井上、ありがとうございます。大森、改めて、はるか先生、和先生。 そして、乃木坂46の皆さん。台湾ライブ、ありがとうございました。全員、ありがとうございました。番組では他にも、カキと井上がミセスのライブを見た感想を語る場面もありました。東京 FM、スクール・オブ・ロック、ミセス・ロックス、2024年5月27日、月曜日放送より、